TOSH ブラチーノはロシア語では TOC1 と表記され、これには刺激火力投射システムとの意味があるんだ。この TOS-1 は T-72 戦車の車体に 220mm ロケット弾30連装発射機を搭載した多連装ロケット砲システムマースの一つで、30発のサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾をわずか15秒で発射する連射性能があるが、その射程は500メートルから 3.5 キロメートルと短いぜ。車体のサイズは全長 9.5 メートル、全幅 3.6 メートル、全高 2.22 メートル、重量 45.3 トンで、V84MS ディーゼルエンジンによって最大速度 60km を発揮して行動距離は 550km とされ乗員は3名だな。さて今回は、ロシア軍がウクライナ戦線に投入した新兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。サーモバリック爆薬弾頭ロケット弾に使用されているサーモバリック爆薬は、燃料気化爆弾の次世代型に当たる気体爆薬で、燃料気化爆弾が酸化エチレンや酸化プロピレンなどの液体燃料を瞬間的に気化させて爆発させるのと違い、サーモバリック爆薬は固体の化合物であり、それを気化させることで粉塵爆発と強燃焼性のガス爆発による、複合的な爆発を起こす強力な爆薬で、その熱爆風衝撃波によって建物を破壊し、人間を殺傷するが、戦車などの厚い装甲を貫く貫通力はないんだよね。燃料気化爆弾では不安定な液体の燃料を使用するために、一次爆薬の力で燃料を加圧沸騰させる必要があり、そのための装置となり、さらに運搬や貯蔵に不向きであり、実際に運用には大きな支障をきたすのに対して、サーモリック爆薬は安定している固体の状態で弾頭に搭載されているため、運搬貯蔵が容易であることに加えて爆薬の体積あたりの威力が燃料気化爆薬より大きいという利点があるんだ。密度の高い固体の塊のため体積が小さく、起爆に必要な装置も燃料気化爆弾のような特殊なものがいらず、信管のみで起爆するため小型の兵器に搭載することも可能で、歩兵携帯用ロケット弾や 40mm グレネード弾なども開発されているよ。このサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾を搭載した TOS-1 は、1980年後半のアフガニスタンで実戦テストが実施された後、1990年代のチェチェン紛争のほか、イラク、アゼルバイジャン、シリアなどで実戦使用され、その絶大な威力から西側諸国のメディアなどからロシア最強車両とも呼ばれているよ。2022年2月24日にウクライナ侵略を開始した頃のロシア軍では十数両を保有しているのみとされていて、一部の戦線にのみ投入されていたが、現在では毎週2両が生産されているとも伝えられていて、ウクライナの各地に配備されているのが確認されているが、現時点でロシア軍の保有数とウクライナの最前線への配備数は不明だね。サーモバパリック弾薬弾頭ロケット弾30発を15秒で撃ち込む TOS-1 は、目標地域一面を火の海にするだけでなく、その燃焼によって一瞬にして周囲の酸素を奪い人間を窒息死させ、さらに衝撃波は人間の肺を押しつぶし呼吸困難にさせるぜ。塹壕などの陣地攻撃や、市街戦における戦闘において圧倒的に殺戮をもたらす兵器であり、シリアでの市街戦に使用された際には、建物の陰に隠れていた市民を大量に殺害したことで知られているな。ウクライナ軍はこの TOS-1 の存在には注意を払っていて、発見すれば即座に破壊することを優先しているとされ、今年になって6月10日にザポリージャ州においてウクライナ軍の M109A6 自走式榴弾砲によって TOS-1 が破壊される動画が公開されたほか、10月8日にも同じくザポリージャ州において、ウクライナがアメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースによって TOS-1 を破壊したとする動画をウクライナ国防省が公表しているよ。ウクライナ国防省によれば、TOS-1 を発見するためにウクライナ保安庁 SSU の特殊部隊が偵察を実施して、その位置を特定するという協力体制を敷いていて、位置が特定された TOS-1 をその射程外からハイマースで発射可能な長射程の GPS 誘導ロケット弾 M31 によって、攻撃して破壊しているとしており、
オランダのオシントサイトであるオーリクシーによれば、ウクライナ軍はこれまでに TOS-1 を5両破壊して、3両を路獲したとしているね。また、ロシア軍は TOS-1 の他にもウクライナの最前線に新兵器を投入していて、装輪式自走迫撃砲システムに S-40 フロックスが配備されていることが確認されているぜ。この S-40 フロックスは、ロシア軍が運用しているウラル4320型 6×6 装甲トラックの車体に、ロシアの軍需産業の一つロステック社が開発したフロックス 120mm に S-40 迫撃砲システムを搭載したもので、2S-31 ベーナ自走式迫撃砲システムを一部流用した簡易版とも言われ、ロステック社の子会社であるウラルワゴンザボド社が2021年から生産を開始しているな。車上のフロックス 120mm に S40 自走迫撃砲システムには28発の迫撃砲弾が搭載されていて、2A80 型迫撃砲からは自動装填装置によって毎分8発から10発を連続投射可能で、迫撃砲弾だけでなく通常の榴弾砲弾なども発射可能とされているほか、北大西洋条約機構NATO規格の 120mm 迫撃砲弾の発射も可能で、さらには地雷も発射することができるらしい。フロックスから発射される迫撃砲弾の射程は 7200km とされているが、射程延伸タイプの粘着榴弾 HEP を用いた場合は 13km にまで射程を延伸させることができ、榴弾ヒートであれば射程は 7.1km、地雷の場合でも 7.5km の最大射程距離があるぜ。榴弾砲としても運用が可能で、トラックの運転キャビンの屋根には 7.62mm 機関銃、レーザー警報システム、光学妨害装置を搭載した遠隔制御兵器ステーション RCWS などが装備され、キャビンには装甲が施されていて消火器などの攻撃から乗員を保護しているよ。乗員は乗車したまま砲撃を実施した後、離脱して位置を移動するのに一部もかからず、発射位置の特定が難しいとされているね。製造元のロステック社では、フロックスは、榴弾砲と迫撃砲の両方の性能を兼ね合わせているだけでなく機動性と安全性をも向上していて、手動操作と自動操作を合理的にバランスよく作動させて、乗組員の負担となる作業を可能な限り軽減するとして、価格は比較的低価格であるため入手しやすく、ロシア軍だけでなく国際社会においても需要が大きいとしているよ。ロシア軍ではこの 2S40 フロックスを緊急展開部隊用の火砲として運用するのではないかと見られていたが、ウクライナ侵略戦争において榴弾砲などの野砲が多数破壊されているため、2S40 フロックスを今年から自走式迫撃砲としてロシア軍への納入が進められ10月5日に納入されたことが発表されたのであるが、この納入されたばかりの新兵器は早速ウクライナの最前線に配備されたようで、翌日6日も早くもウクライナ軍によって破壊されたとする動画が SNS に投稿されたぜ。6日に SNS に投稿されたウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンから撮影されたと見られる映像からは、道路を走行中の車両にドローンが体当たりする瞬間までのシーンが映されていて、画像が不鮮明であるためにわかりにくいながらも、走行している車両がトラック式のもので、その荷台にはフロックスのように見える砲塔が搭載されているのが確認できるな。動画はドローンの自爆とともに終了しているため、この車両がドローンから受けた損傷の程度は不明であるものの、もし自爆攻撃型ドローンが正確に荷台のフロックスに命中していたとするならば、使い物にならないほどの被害を受けたことは疑いなく、迫撃砲として使い物にならないと見られているね。今月の初回納入バッジで何両のフロックスがロシア軍に納入されたのかは明らかにされていないが、そのうちの1両が配備されてからわずか1日で使い物にならなくなった可能性があり、ロシア軍の落胆は相当のものであろうとする声が多いみたいだな。ウクライナ軍はハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程 90km で、GPS 誘導によって正確に目標を攻撃できる G マースロケット弾をアメリカから供与され駆使していることから、TOS-1 やフロックス外貨に強力な火砲であったとしても、
その射程外から破壊することが可能であり、ロシア軍が切り札として期待して投入したとしても最前線に出すや否や破壊される可能性が大きく、これら新兵器が戦況打開のゲームチェンジャーにはならないとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月22日にウクライナ国防省が XQ ツイッターに、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を取る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらずの済みになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナのドローン活用により、ロシアの戦車が危機にある件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されているスイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているよ。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビュー、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるぜ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能だな。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、まさにドローンに搭乗しているかのような映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるんだ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることですぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだろうな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンにカメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているぜ。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて極上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどはミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されたよ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるよね。
T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第2世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているよ。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなのであるが、自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手砲と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるってわけ。それらの危険を避けるために、装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T72 で採用されたってわけだな。T72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていて、それを見ると、自動装填用のアームによって砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いからね。結局、T72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したんだ。この T72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱ジャックインザ BOX との別称で T72 を揶揄していたことが伝えられているぜ。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にあるバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルトにはすべてその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や10式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらはすべて自動装填装置を採用しているよ。西側戦車が T72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある T72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているんだけど、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際にはバスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いんだ。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T72 の砲塔上部の装甲が薄いため砂を上からジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて、車体下部の弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱とかすってわけだ。これらのことから、T72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、
搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというよ。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。さて今回はロシア空軍が戦争の長期化によって航空機の稼働率が低下している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよ。ロシア空軍はアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、スホイ35から発射される火薬35などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、ツポレフ 22M3 大型爆撃機から発射される火薬22火薬32火薬101火薬50億符555などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたとみられる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないとみられているよ。火薬22や火薬32は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされているが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうな。火薬22は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型のクフ32はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、イスカンデルやキンジャールのような弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているよ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、
ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と異なる対地攻撃に使い出したということは、対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているな。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から1000発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために全弾をウクライナに撃ち込むことはできず、生産量との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いぜ。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているらしい。ただ、これらのミサイルは、いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする、各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないな。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているみたい。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているよ。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというんだ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだな。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定だぜ。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているらしい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29スホイ24スホイ25スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月26日にロシア西部のクルスクにある原子力発電所が、ウクライナ軍のドローン3機によって攻撃を受けたとして、
28日にロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官がウクライナによる核テロ行為であるとした上で、極めて危険な行為であり、取り返しのつかない結果を招きかねないとして、ウクライナを非難する声明を発表したよ。ザハロワ報道官によると、3機のうち1機が原子力発電所の使用済み核燃料貯蔵施設に衝突して貯蔵施設の外壁に損傷が生じ、残りの2機は原子力発電所施設の敷地内に落下したとして、それらドローンに西側諸国から供給された部品が使用されていたとして、このドローン攻撃が西側諸国が許可したことは明らかであるとして非難しているが、この原子力発電所攻撃に関する動画や画像などはなく、これを証明する証拠についてもロシア側からは何も示されていないぜ。なお、攻撃を受けたとされるクルスクの原子力発電所については、現時点で正常に稼働していることを関連当局が説明しているらしい。さて今回は、ロシアがウクライナに原子力発電所を攻撃されたと非難している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このロシア外務省の発表の前に、ロシア国防省が27日にロシア国内へのドローン攻撃を阻止したと発表していたが、原子力発電所への攻撃であったことは明らかにしていなかったんだ。これに先立つ10月25日、ウクライナ西部フメリニツキー州でロシア軍のドローン11機による攻撃があり、ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領が同日夜のビデオ演説において、同州にあるフメリニツキー原子力発電所が標的にされていた可能性が高いとしてロシアを非難した上で、ロシア軍が原子力発電所への攻撃を行っているため、ウクライナにとって防空システム強化がいかに重要であるかがわかるだろう、と述べて、西側諸国に対してさらなる防空システムの供与案に要求していたよ。ゼレンスキー大統領の演説では、原子力発電所の関連施設の窓ガラスが割れる被害があり、職員など20人が負傷したとしているものの原子炉など原子力発電所への被害はなかったとして、攻撃はロシアがイランから購入した自爆攻撃型ドローン車ヘド136によって実施されたとして、原子力発電所施設内でのドローンの爆発の衝撃や残骸が落下したことなどによって、原子力発電所が被害を受け、放射線監視施設が停電のために一時的に機能を停止したとしているね。この攻撃について国際原子力機関 IAEA のラファエル・グロッシ事務局長が、原子力発電所の多数の窓が割れたということは爆発が非常に近くで起きたことを意味するとし、次にまた攻撃があれば今回のように幸運で済まないかもしれないとする危機感を表明した上で、原子力発電所への攻撃は何としても避けなければならないと訴え、今回の事態によって、ウクライナでの原子力の安全管理体制が極度に不安定な状態に直面していることを改めて示していると強調し、この状態は悲劇的なこの侵略戦争が続く限り変わらないと続けて懸念を表明したぜ。ロシア側がクルスクの原子力発電所が攻撃を受けたとして声明を発表したことについては、このグロッシ IAEA 事務局長の発言を受けてウクライナも原子力発電所を攻撃しているとすることで、国際社会の非難をかわそうとする狙いがあるとされ、捏造されたものである可能性が高いとの見方が広がっているな。ロシアは2022年2月24日にウクライナへの侵略を開始した際、ウクライナ北部キーウ州にある、チョルノービリロシア語でチェルノブイリ原子力発電所を占拠したよ。チョルノービリ原子力発電所は旧ソ連時代の1986年にそれまでの史上で最悪の爆発事故を起こし、その爆発で4号炉の建屋が吹き飛んだんだ。事故後、大量に発散されていた放射性物質を封じ込めるための石棺が急ピッチで建設され、その異様な姿は世界中に大きなショックを与えたことは記憶に新しいよね。旧ソ連が崩壊して以降、チョルノービリ原子力発電所はウクライナの管理下に置かれ、ウクライナは稼働していた3号炉を2000年に停止させた後、2007年から2019年にかけて老朽化して、崩壊や放射線漏れが懸念されていた4号炉を石棺ごと巨大な金属製のカバーで覆う計画が立てて建設したぜ。この4号炉の残骸と老朽化が進む石棺を丸ごと覆う巨大なカバーはニューセーフコンフィネメント。
新安全閉じ込め構造物 NSC と名付けられ、257m×162m の面積に、高さ 108m 30階建てビルに相当、総重量3万6000トンに及ぶらしい。2011年に発生した東日本大震災の津波によって被災した東京電力福島第一原子力発電所でも、事故を起こした原子炉建屋にカバーがかけられたんだけど、その高さは50メートル程度で、チョルノービリ原子力発電所4号炉の NSC の高さはその約2倍にもなるんだ。また、福島第一原子力発電所の建屋カバーは、放射性物質の飛散を防止し、建屋に保管されていた使用済み核燃料を、保管プールから取り出すための仮設の構造物でしかないのであるが、一方のチョルノービリ原子力発電所4号炉の NSC は、放射性物質の飛散を防ぐ目的は同じであるものの、老朽化が進む石管などの解体作業を安全に進められるように、内部に換気システムが備えられており、作業にかかる年数への配慮からその耐用年数は100年とされているみたい。ウクライナへの侵略にあたり、ベラルーシなどからウクライナ北部に侵入したロシア軍は首都キーウの北約130クムにある、このチョルノービリ原子力発電所に進軍し、施設の警備隊と戦闘を繰り広げた後、発電所を占領して掌握し、職員を人質としたね。ロシア軍はこのチョルノービリ原子力発電所を足がかりとして首都キーウの攻略を目指すものと見られていたが、やがてキーウにあと一歩の地域まで迫りながらも、春の雪解けによるぬかるみで進軍速度が落ちたところを、ウクライナ軍の抵抗によって大損害をかぶり、ウクライナ北部から撤退して占拠していたチョルノービリ原子力発電所を放棄したことで、戦闘による放射線が拡散する最悪の事態は免れたってわけ。しかし、南部ザポリージャ州に侵攻したロシア軍は同州のドニプロ川沿いにある、ウクライナ最大かつヨーロッパで3番目の規模を誇る、ザポリージャ原子力発電所を占領するために攻撃して火災が発生するなどして、世界中がロシア軍の行動を懸念し不安が広がったぜ。ただ、チョルノービリ原子力発電所にせよザポリージャ原子力発電所にせよ、ロシアがそれらを占拠しようとする目的は、原子炉をそのもの破壊することではなく、戦略としてウクライナにとって重要なインフラを占拠することで、ウクライナに政治的な圧力をかけるためだと見られていて、ロシア軍がこれらの原子力発電所を破壊することは、すなわち核兵器を使用することと同義であるとする見方をロシアもしているとされ、破壊される可能性は低いとされているな。しかし、ロシア軍は2023年6月にウクライナ南部ヘルソン州のカホフカ水力発電所のダムを決壊させ、ザポリージャ原子力発電所の冷却水として利用されていたカホフカ貯水湖の水位を低下させたんだよね。このことによってザポリージャ原子力発電所では、ロシアに占領されて以来運転は止められているものの、使用済み燃料を冷却するために必要な冷却水の確保が難しい状況になっているとされ、メルトダウンなどの可能性があることが指摘され、さらにザポリージャ原子力発電所の近くでは6月上旬から、ウクライナ軍の反転攻勢作戦が展開されており、原子力発電所が戦闘に巻き込まれる危険性が高まっていることも各方面から憂慮されているな。国際社会では、このようにロシア軍がウクライナの原子力発電所を政治的に利用しようとして、危険にさらしていることを非難しているが、ロシア軍は全く意に介さずザポリージャ原子力発電所を占拠し続けているばかりか、ウクライナ西部のフメリニツキー原子力発電所へ攻撃を実施したことで、さらに非難の声の高まりを、ウクライナも原子力発電所を攻撃したとしてそらそうとしているのであろうとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年11月9日にイギリス国防省が発表したウクライナの戦況分析において、ロシアが2014年から不当な実効支配を続けているウクライナ南部のクリミア半島に配備されている、ロシア軍で最も強力とされている新鋭の防空ミサイルシステム S-404 機のうち2機がウクライナ軍のミサイル攻撃によって破壊されたとしているね。また、
ロシア軍がクリミア半島の防空を強化するためにはロシア本土の重要拠点などに配備されている S-400 を移動させて防空体制を補強する必要があると指摘したぜ。その一方で、ロシア国防省も11月9日にクリミア半島沿岸の黒海上において、ウクライナ軍が発射した地対艦巡航ミサイルネプチューンを同半島に配備されている S-400 で撃墜したと発表して、同半島の防空システムが健在であることをアピールしているな。さて今回はクリミア半島のロシア軍防空システムの弱体化について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、しかしながら、このようにロシア国防省が必死になって発した、クリミア半島における防空体制が健在であることへのアピールを嘲笑うかのように、ウクライナ軍は11月4日にクリミア半島東部のクリミア大橋に近いケルチ市にあるザリフ造船所に対して、フランスから供与された航空機から発射される空対地巡航ミサイル SCALPEG によって攻撃を実施したことを、SNS にミサイルの写真を添付して週末はいかがだった?とロシア側への皮肉を込めたコメントとともに明らかにしたよ。そしてこの攻撃によってロシア海軍が黒海艦隊に配備するために建造中であった22800プロジェクトのミサイルコルベットであるカラクルト型コルベットアスコルドに SCALPEG を命中させ大破させたとして、左舷中央の艦橋付近が大きく損傷しているアスコルドを撮影した証拠画像とともに XQ Twitter に投稿して公開したんだ。また、このアスコルドに SCALPEG 2発が命中する瞬間とされる動画も X 上に公開されていて、ウクライナ軍の主張が事実であることを裏付けており、ロシア国防省はケルチ市にウクライナ軍が発射した巡航ミサイル15発が飛来して、そのうちの13発は防空システムが撃墜したものの、軍艦1隻が被弾して損傷したとして認めざるを得なくなったようだな。カラクルト級コルベットは2018年からロシア海軍で運用されているに、ロシア海軍では最新鋭とされるミサイル艇で、レーダーに探知されにくいステルス設計であり、マストには2つのフェーズドアレイレーダーが搭載されていて、主に沿岸域での運用を目的に設計されており、排水量は約800トン、全長67メートル、全幅11メートル、喫水4メートルの艦隊で、航続距離は最大4000キロメートル、連続航行日数は15日とされているぜ。わずか排水量800トンほどの小型のコルベットでありながら、ロシア海軍特有の重装備が搭載されていて、巡洋艦や駆逐艦などの水上艦や潜水艦にも搭載されて、ウクライナの民間インフラ攻撃に使われている巡航ミサイルカリブルを最大で8機搭載するほか、超音速対艦ミサイル P-800 オーニクスや対空ミサイルシステムパーンティリ M も搭載し、さらには 76mm 単装速射砲1門とシュイスクローズインウェポンシステム近接防御火器システム1機を搭載するなど、艦隊のサイズに似合わない強力な攻撃力と対空防御力を合わせ持っているわけだ。このカラクルト級コルベットについては、今年5月にロシア海軍黒海艦隊司令官のビクトール・ソコロフ中将が、黒海艦隊に配備される予定であることを発表していて、そのソコロフ中将の発表によると2023年には、高精度なミサイル兵器を搭載する最新のカラクルト級小型ロケット艦3隻と、そしてさらにプロジェクト22160哨戒艦ワシーリ・ブイコフが黒海艦隊に配備される計画であると述べていたよ。アスコルドは現時点ではまだ就役しておらず、造船所の桟橋に係留されて最終段階の偽装工事が進められていたものと見られているが、黒海艦隊では9月13日にもクリミア半島セバストポリにあるオルジョニキーゼ造船所が、ウクライナがイギリスから供与された空対地巡航ミサイルストームシャドウによる攻撃を受けているみたい。同造船所には10発のストームシャドウが飛来したとされ、そのうちの7発はロシア軍の防空システムによって撃墜されたとされたものの、残りの3発がオルジョニキーゼ艦船修理工場内で修理中だった黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦、ロストフなどヌートバルト艦隊所属のロプーチャ級揚陸艦ミンスクに命中して損傷を与えたんだ。攻撃後に同造船所関係者が撮影したとみられる修理ドック内の洋艦の画像が公開されていて、
揚陸艦ミンスクは艦橋などの艦上部の構造物が著しく破壊されてほぼ大破していて廃艦にせざるを得ないであろうと見られ、また潜水艦ロストフなどヌーの損傷状況についても、艦体の2カ所に穴が開きその中から黒煙が吹き出している様子が撮影されていることから、艦内で火災が発生していることが示唆され、やはりミンスクと同様に廃艦になる可能性が高いと見られているね。ストームシャドウはアスコルドへの攻撃に使用されたフランス製の SCALPEG と同じミサイルで、これらはイギリスとフランスが共同で開発された航空機発射型で射程距離 250km とされる巡航ミサイルだな。ストームシャドウ SCALPEG の本体は全長 5.1m 直径 0.48m 重量 1230kg で、弾頭にはタンデム ATAT 弾頭が搭載され、ターボジェットエンジンによって 1000kmgm 0.8 の速度を発揮し、中間誘導は INS GPS TERPROM などを利用し、終端誘導は赤外線画像シーカーによって行われ高い精度で目標に命中するぜ。その弾頭には 450kg のタンデムヒート弾が搭載されていて、この二重弾頭は1段目が土やコンクリートを貫通して2段目で目標に打撃を与える構造になっていて、この弾頭によって強固なコンクリート製の建物や地下壕や地下司令部などへの攻撃が可能とされ、さらに対艦攻撃も可能とされていたのであるが、これらロシア海軍艦艇への攻撃によってその効果が確認されたってわけだ。ロシアはウクライナの首都キーウをはじめとする各都市の民間インフラへの攻撃にカリブルを多用していて、航空機からの発射の他に黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦からも多数を発射してきたよね。そのためウクライナにとっては黒海艦隊の活動を阻止することが重要で、セバストポリなど黒海艦隊の基地や施設があるクリミア半島への攻撃を強化しているんだ。ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日の以前に黒海艦隊が保有していた艦艇数は、スラバ級ミサイル巡洋艦1隻、駆逐艦1隻、フリゲート2隻、キロ級通常動力潜水艦5隻、揚陸艦13隻にコルベットなど小艦艇多数とされていたけど、ここまでに黒海艦隊がウクライナ軍の攻撃によって失った損害は大きく、黒海艦隊への艦艇の補充を急ぐ必要があるとの見方が西側諸国のメディアや軍事専門家の間で広がっていたよ。黒海艦隊の艦艇がこれまでにウクライナ軍の攻撃によって受けた損害については、インターネットや SNS などに公開された動画や画像などの視覚的情報を分析して損害を報告するサイトである OX によって報告が上がっているみたい。その分析によると侵略開始以降、黒海艦隊は16隻の艦艇がウクライナ軍のミサイルやドローンによる攻撃を受け、そのうち10隻が沈没しているとされ、それらの中には黒海艦隊の機関であったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワや、サラトフにセルナ級などの揚陸艦が多く、その他に損傷したことが確認されているのは前述の揚陸艦ミンスクと潜水艦ロストフなどヌーや、揚陸艦オレネゴルスキーゴルニャク、ナティア級掃海艇などだというぜ。ウクライナ軍はこの先も、穀物輸出のための黒海西部の安全確保と、この冬に再び激化する可能性が指摘されているカリブルなどの巡航ミサイルによる都市攻撃を防ぐために、黒海艦隊の巡航ミサイル発射が可能な艦艇への攻撃を強化していくものとみられていて、ストームシャドウ SCALPEG やドローンを撃墜されることのないようロシア軍の防空システムを破壊していくとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。